佐藤健さんのダイエット法を微腸活の観点から解説いたします。この動画をご覧いただきますと、あなたも今すぐ佐藤健さんが映画の役作りで取り組まれたダイエット法に取り組むことができるんです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。佐藤健さんのダイエット法の痩せるポイントは腸内環境なんですね。佐藤さんは食事制限をしながらも、その中できちんと腸内環境を整えるお食事をされていらっしゃったからなんです。その理由は、腸内環境が整えば自然と痩せ体質になることができるからなんですね。例えば、あなたの腸内環境が悪い、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌がもういっぱいいっぱい、優勢な状態であれば、もうあなたがたとえもうどんなに頑張って食事制限をしたとしても、きつい運動をこう頑張ったとしても、決して長期的に痩せることができないんですね。その逆、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がもう元気いっぱいの状態であれば、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよ。なので佐藤健さんもきちんと食事制限はしながらも、腸内環境が整う食べ物をしっかりと召し上がっていらっしゃったんです。では実際に佐藤健さんがダイエットに取り組んでいた間の、そのダイエット食とある一日の朝食メニュー見ていきましょうね。朝食は鮭、お魚ですね。そして納豆、ここがポイント。醤油で召し上がっていらっしゃいます。そしてブロッコリー、ここも青じそのノンオイルのドレッシングをかけて召し上がっています。そしてメカブ、海藻ですよね。この種類、食事のメニューを見るだけでも、こちらすべて腸内環境が整う、メニューになります。でここでポイントなんですけれども、いろいろある中で、もう一押しはこの2番目、納豆、かっこ醤油でということになるんですね。でその理由は、納豆はまず発酵食品です。そうするとあなたの痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を豊富にいっぱいいっぱい含んでいる食べ物になりますから、もうまずここでその痩せ菌を増やすということが大事なんですよね。でプラスイソフラボンであったり、大豆オリゴ糖であったり、豊富な食物繊維やタンパク質を摂ることで腸内環境が整うということになるんですね。そして佐藤さんは添付されたタレを使わず、ここでお醤油を使ってらっしゃるっていうのも、彼がですね痩せたポイントになるんですよ。そのことを詳しく次のステップで解説していきますね。今すぐあなたも取り組める、どうやって納豆を食べたらいいのかという痩せるレシピをお伝えしていきます。それではここから、佐藤健さんが朝食に納豆を召し上がっているというのは分かりましたよね。その納豆をさらに痩せる効果を出す食べ方があるんです。その食べ方とレシピご紹介していきます。先ほどお伝えしました佐藤健さんは、添付のタレを使わず醤油をかけて召し上がっていらっしゃいましたね。ここすごくポイントなんですね。納豆のパックにこうついているタレというのは、残念ながらもほとんどのものが化学調味料が入ってます。でこの化学調味料とは書いてなくてですね、原材料を見ていただくと、調味料カッコアミノ酸などと書いてあるこの表記が実は化学調味料のことなんです。でこういった化学調味料を取ってしまわれますと、あなたの腸内環境が乱れてしまって、痩せ体質になりにくくなってしまいますし、そもそも健康を害してしまうものですから、そういったこういったですね化学調味料が入っていないものを調味料として納豆を召し上がるということが、ここでポイントになってくるわけですね。そこで佐藤健さんはお醤油を使っていらっしゃったんです。佐藤健さんですから、もう本当にいいお醤油使っていらっしゃったと思うんですけれども、その選ぶポイントはこちら。お醤油を購入される時にですね、そのパッケージを見ていただいて、無添加と明記してあるものであったり、また生と書いてあったりですね、または長期熟成とか、国産の 100% の材料を使っていますと。でもちろんこの調味料カッコアミノ酸などなんて書いているものが入っていないもの、こういったお醤油は本物です。無添加である、こういった表記ができるということは、その
ちゃんと決まりがありますからね。なのであなたがお醤油を購入されるときはぜひこういったものがパッケージに書いてあるかなですとか、調味料カッコアミノ酸などが入ってないかなっていうことをチェックして購入されてください。そのお醤油を使って納豆を召し上がっていただくとベストということになるんですね。でここでプラスです。美味しい痩せるレシピご紹介していきます。この、まあ、無添加のですね良いお醤油プラス、私が美腸活専門家としてあなたにお勧めする納豆の食べ方があるんですけれども、私もいろいろ納豆アレンジ好きなので毎朝食べてるんですよ。でそこで使うのが私黒酢です。お醤油プラス黒酢とこの MCT オイルです。このオイルを使うんですよね。でもこれらはですね、お醤油もそうですけどほんのちょい足しでいいんですね。もうドバドバ入れる必要はないんですよ。なので先ほどの良い無添加の本物のお醤油プラス、あなたは今から黒酢です。黒酢をちょい足しすることで痩せ効果がアップします。なぜかというと血糖値をですね急上昇させるのを抑えてくれるからなんですね。これはどういうことかというと、嬉しい効果があってですね、あなたのお体の中で脂肪を溜め込むのをこうね抑えてくれる効果があるんですよね。でまたもう酢ですからもう体にもとっても良いですし、まあ、ミネラルも豊富ですから栄養バランスが取れますよということになるんですね。でプラスこの MCT オイルです。こちらのオイルは加熱しないオイルなので、そのままタレとしてですねかけていただいてですね、もうほんとティースプーンもう2分の1とか1杯ぐらいでもう十分です。でこのオイルがすごいんですよね。あなたの太る元、糖質を減らしてくれて脂肪燃焼効果があります。でまた体脂肪になりにくいオイルです。しかも消化や吸収を、まあ、早めてくれるわけですから、その糖質の置き換えということもね可能なんですね。先ほどの佐藤健さんの1日の朝食メニュー見ていただいたと思うんですけども、佐藤さんは糖質取ってらっしゃらないですよね。要はご飯とかパンとかあの麺類一切朝食召し上がっていらっしゃらない。どうしてかというと、やっぱり太る原因は糖質なんです。ただいきなりその一般の方がですね朝から糖質をいきなりカットっていうのは、やはり1日スタートのエネルギー源になるわけですから、やはりその糖質って必要になります。その時にこの MCT オイルを調達することで糖質の置き換えのパワーを得ることができますから、脂肪を燃焼しつつ糖質を取らずに、しかも糖質の代わりとしてエネルギー源になって働いてくれるオイルになるので、もうめちゃくちゃおすすめのオイルなんですね。私もこちらも調達していただいております。なのでこの動画のお話まとめますと、今回は佐藤健さんが映画の役作りのために取り組まれたダイエット法の一部をご紹介しております。その中でもおすすめは朝食に納豆を食べること。ただし何でも良いわけではなくって、納豆も本物、国産大豆の無添加のものであることと、添付されているタレは化学調味料がいっぱい入っている場合が多いので、ぜひあなたも手作りのタレで召し上がっていただいて、どんどん脂肪を燃やして健康的で綺麗に痩せていきましょうね、というお話でした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしているんですね。でそのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もどんどんご参加くださいね。また私のこういったお話に対して聞いてみたいなってご質問終わりの方は、皆様どうされているかというと、詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらからご登録後お話ししてくださっております。あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。